小瀬港から串木の漁港を望む串木の港は、九州南部西岸の鹿児島県市北串木の市にある、東、品海に面した港湾である。吹上浜の北端、東、品海に突出した長崎花と呼ばれる岬の南側にある島、平港と屋敷港、長崎花の北側にある小瀬港とその北西にある串木の漁港と串木の漁港外港。 および五丹田川川口の北方にある、串木野信仰からなる。串木野信仰の北西約6キロメートルに、橋間港がある。島、平港、屋敷港及び小瀬港は、沿岸漁業の拠点であり、串木野漁港及び外港は、大型マグロ漁船や商船などの基地である。串木野信仰は、古式島列島などへ向かうフェリーの発着港となっており、周辺は、 生殺中核工業団地として整備されている。串木の甲が最初に文献に登場するのは1592年であり、文禄の役の際に島津義久が立ち寄ったとされている。続く慶長の役で朝鮮から連行され、後に薩摩焼の始祖となる東郊が島平浦から上陸している。1712年、港の沖に、 西洋の大型船が現れ役人が追い返すという事件があった。江戸時代後期の地市、三国名小絵』において人口約三千五百名、薩摩藩内最大の漁港として紹介されており、島平浦付近に船が停泊している様子が描かれている。八百五十一年には、復興殿火事と呼ばれる大火事があった。八百六十二年から八百六十五年に、 かけて、島津忠義の指示により、大勢に船止まりが設けられた。江戸時代における主要な海産物はイワシ、ナマコ、アワビであり、それぞれ非岩子、仙玉コ、日アワビなどに加工され、大阪などの市場へ出荷された。また、長崎港を経由して、中国大陸方面へも輸出された。藩の取り決めにより、海産物の取引は港ではなく、 浜町で行われていた。1838年頃に、鰹節の製造が始まり、その理順は、図書広里の改革に貢献した。1877年に起きた、西南戦争の軍資金とするため、港周辺に広がっていた、魚付き林が伐採されてしまったことから、漁獲量が急減した。このため今村太平次が、沿用漁業を始めることを思い立ち、 1879年から朝鮮近海でのサバ漁を始めて成功を収めた。1889年には生きたサバを餌として持ち入るマグロハエナワ漁が開発され漁獲量が向上した。1913年6月に串木の本裏漁業組合が発足している。昭和初期においては長崎港を中継拠点とした津島近海、油津港を 中継拠点とした四国沖の太平洋、釜石港や八戸港を中継拠点とした三陸沖が主要な漁場であった。また、フィリピン沖の太平洋にも進出が試みられた。1929年の水揚げ高は150万円であった。1907年頃から港湾の拡張を望む声が上がり、特に1917年、並村二太郎が、 発動機船を建造してから船の大型化が進み、手狭となった。このような中、1919年4月5日に、串木の蓄光規制同盟会が発足し具体的な準備が始まった。翌1920年12月、鹿児島県議会で小瀬港の北側に新しい港湾を設けることが決まり、1921年11月2日に着港。 同年12月14日には、盛大に起工式が取り行われた。当初は1927年までの7年、計画であった。ところが工事関係者は、当初の拡張計画では、不十分と考え新たな拡張計画を立て、県議会の了承を得ないまま工事を行ってしまった。このため議会が紛糾し、工事は約1年間中断した。議論の末、 1928年12月に県議会で拡張案の変更が了承された。総面積3万900坪の埋め立てという当時の鹿児島県内では最大の公安整備事業となった。資金不足の問題などから着工が遅れ1930年になってようやく工事が始まった。当初は1933年までの3年。 計画であったが、1930年7月に、暴風雨の被害を受けるなどして1932年には、再び資金不足に見回り工期が延長されている。新しい港湾施設すなわち、串木の漁港は1937年6月に、ようやく完成した。一連の拡張工事には16年の歳月と205万円の費用を要した。1937年に、 日中戦争が始まると燃料代が高騰し、沿用漁業は困難となった。1941年に太平洋戦争が始まると多くの漁船が軍隊に徴用された。1945年には空襲を受け港湾設備は大きな打撃を受けた。終戦後の1945年10月、残された小型漁船を使ってイワシ刺し網漁が再開された。 戦後の食糧難の中で、魚は貴重なタンパク源として需要が高く、港は活気を取り戻した。翌1946年から港湾の修理が始まり1949年に完了した。1951年9月に第三種漁港に指定されている。同年10月にルース台風が遅い5億8千万円の被害を受け、災害復旧資金をもとにして、 大型マグロ漁船が建造された。1953年になると、李正湾ライン制定に伴って、大韓民国近海の漁場が使えなくなり、代わって、尖閣諸島近海のカジキマグロ漁に進出したが、この地区もアメリカ軍の演習場に指定されたため、使えなくなってしまった。このため1956年7月から、北洋漁業に進出している。 1950年代から1970年代にかけての串木の湖を拠点とした遠洋漁業は日本近海に加えてミクロネシア、ハワイ、オーストラリア近海などの太平洋、遠くはインド洋、大西洋にまで及んだ。1975年から旧串木の湖の北側に串木の信仰の建設が始められている。また、 1987年から旧串木の港の西側に串木の漁港外港の建設が始められた。ありがとうございます。